いよいよだよね。この体は姉様の固有マナに一番近い。今まで何度も失敗したけど、今度は絶対にうまくいく。マナの充填が終了したようです。よし、やれ。コレットを返せ。ロイド、貴様どうやってこの部屋へ。ここの鍵はクルシス幹部にしか開けられないはずだ。そんなことどうだっていいだろう。どの道お前の身勝手な千年王国の夢はここで潰されるんだ。無駄なこと。ロイドは傷つけさせないよ。みんなどうして無事だったのか。言ったろ、メインイベントまでには間に合ってみせるって。私と同じ苦しみを背負いたくなかったのだろう。せっかく新しい世界ができようとしているのに、それを見逃してはないわ。まだ戦えます。戦える限りあなたのそばにいます。へへ、どう見直した。みんな、よし、一緒に戦おう。やれやれ、ザコド。プロネーマ、お前の不始末だ。やれ。はい。覗いてくれようぞ。了解よ。精進。
ガリン剣フリー剣変装剣愚か者め目覚める。ユグドラシル様、ミトス様、どうか。私をその名前で呼んでいいのは、私のかつての同志だけだ。消えろ。姉様、やっと目覚めてくれましたね。嘘だろ、これと嘘だろ。ミトス、あなたは何ということを。姉様、この体のことですか。クルシスの指導者としてふさわしく見えるように成長速度を早めたんです。待ってください。今昔の姿に戻りますから。ミトス、そうではないのよ。私はずっとあなたを見てきました。動かぬ体でただなすすべなく、あなたがしてきた愚かな行為を忘れてしまったの。私たちが古の大戦を食い止めたのは、人とエルフと狭間の者とが皆同じように暮らせる世界を。何を言っているの、姉様。せっかく新しい体を用意したの、やっぱりそれでは気に入らなかったんだね。ミトス、お願いです。私の言葉を聞いて。あなたのしてきたことは間違っている。少なくとも私たちが目指してきたものとは違います。間違ってるって？姉様が僕を否定するの？違うわ。思い出してほしいの。こんなことはやめて。姉様まで僕を否定するの？姉様がそんなこと言うはずない。そんなこと許さないからな。大丈夫か、ロイド。
ランの巫女から解放してほしいんだろ。悪いな、それもういいわ。お前らを倒してしまえばそんなこと関係なくなるしな。ゼロス、やっぱり戻ってきてくれるのか。悪かったな、こうでもしないとこれが手に入らなかったんだ。ほらよ、そいつをドワーフの技術で生成するんだ。人間でもエターナルソードを使えるようになるらしいぜ。お前、まさかこれを手に入れるために。そうさ、そのアホミコが私たちをトラップ地獄から助け出してくれたんだよ。でも騙してたのは本当だ。今まで散々足を引っ張ってきたからな。これぐらいはやらねえと許してもらえねえだろ。許して欲しかった。さっさと一緒に戦え。了解。くそ、姉様を返せ。さようなら、ミトス。私の最後のお願いです。この歪んだ世界を元に戻して。やだ姉様、行かないで。こんなことになるのなら、エルフはデリスカーラーンから離れるべきではなかったのかもしれない。そうしたら私たちのような狭間の者は。そうか、そうだったんだ。姉様はこんな薄汚い大地を捨ててデリスカーラーンへ戻りたかったんだ。そうだよね。あの星はエルフの血を引く者全てのふるさとだものね。ミトス、分かったよ姉様。こんな薄汚い連中は放っておいて、二人で帰ろう、デリスカーラーンへ。止めて。私の中にいたマーテルが私に呼びかけるの。マーテルはミトスを止めてほしいのよ。ふざけるな。姉様がそんなこと言うわけないだろ。この出来損ない。言ってたもん、これ以上人やエルフを苦しめないでって。泣いてたもの。ロイド、分かってんだろうな。ここで大いなる実りを失ったらレネゲードの期待を裏切るんだぜ。そうさ、私たちミズホの民も黙っちゃいないよ。あれがなければ大樹の発芽もなくなるわ。マナがないと大地も死んでしまいます。お前が目指すのは世界の統合。分かってる。ミトスを止める。全力でな。行くぞ。僕の邪魔はさせない。消えろ。